¡Uf! Pues ya toca. Y os cae las 5.000 de vida. ¿Dónde vas con tanta vida? Me he equivocado. Salimos. Y ya vamos a ir al fin. Tenemos que ir a 9-9 a hablar con Corelia, creo que para activar la misión final. Así que vamos. Ostras, tengo que ir a buscar mi helicóptero del dragón. Vamos, dragoncito, nos vamos a salvar el mundo. Ya es hora. Ha llegado el momento de acabar con Malpers y Melod. ¡A por ellos! Los bolos del drac. A 9-9. Creo que era aquí donde se hace ya para activar la misión. Final. Aterrizamos. El pobre dragón no descansa, ¿eh? Está todo el día volando. Jolines, dejadme descansar, por favor. ¿Y qué come este dragón? Porque tiene que comer huevo. Vale, estamos en Komumai. La ciudad feliz. No se enteran de lo que está pasando. Subir al trono real para hablar con Corelia y que nos diga, venga, podéis ir a salvar el mundo, desactivar el escudo del reino este malvado. Están todos aquí esperándome. Venga, que ya voy a salvar el mundo. ¿Ya estáis listos para invadir Kor Hydrae? Las fuerzas tenebrosas han duplicado sus ataques, Kalas. Kalas, Shela, debemos dar una prisa. Sí, no tenemos tiempo que perder. ¿Estás de acuerdo, Aaron? Sí, vamos. Sate, minasan, jōkyō wa keshite kanbashiku arimasen. Kakkoku de shokuryō ya yakuhin nado no bushi ga fusoku shi hajimete iru. 兵たちの疲労も限界だろう。このまま。ええ。我々に残された時間は多くはないでしょう。お待たせいたしました。準備は整いました。各大陸はこれで動けましょう。間に合ってくれましたか？よくぞやってくれた。 ご苦労であったな。コルヒドラへのシールドを破る手はずがついたのですか？エンドマグナスを解放するのに五大陸の力が用いられたそうですね。ならば邪神マルペルシロの力をくじきコルヒドラへの守りを突破するのにも五大陸の力を利用してやりましょう。まさか。 その通りです。無茶な。エンドマグナスが解放された今、各大陸は残された力のみでかろうじて空に浮いているような状態のはず。その力を吐き出してしまっては大陸は危険すぎます。危険なのは 元より承知の上です。このままではいずれやられるのを待つばかり。我々は一か八か。この無論となれば私の力も必要だろう。 Este es Georg o es el otro, el médico. Pero creo que es el abuelo. Ya verás tú que estaba vivo.
ロドルフ。来てくれたか。おう、みんなが覚悟を決めて力を合わせてことに当たるという以上、私一人逃げ隠れしているわけにもいかないしな。何カッコつけてるのよ。私たちに散々脅されてようやく重い腰を上げたくせに。あ、のほん、うんうん、いやあ、こうして来てくれたのだ。それで十分だよ。ところで帝国の分担はどうなる？なしで済ませるしかあるまい。一応帝国も所定の位置にはつかせはするが、だがゲルドブレイも亡き今、あの国の力を引き出せる者はいまい。四大陸の力だけでどこまでやれるかはわからぬ。だが我らだけでやれることをやるしかない。もおそらくは最初で最後、我らが一致協力しての究極の技、とくと見せてやりましょう。聞いた通りだ。シールドは我々で何とかする。あなた方はその隙をついてコルヒドラへ。頼む。どうかミロディアを、あの娘を救ってやってくれ。承知しました。全力を尽くします。決戦は明日。世界の命運は我らが手にかかっています。この星の未来のために。しかし、わからないのですが、ミロディアはどうにかしてマルペルシロと心を通わせている様子ですよね。ああ、ゲルドブレイムを利用して一巣のエンドマグナスを解放させ、マルペルシロの復活を手助けしてやったくらいだからな。最初はおそらくミラのエンドマグナスとのリンクだったんじゃないかしら。ええ、そう考えるのが妥当です。一方ジャコモの話だと、ゲオルグ博士も火炎洞窟のエンドマグナスの力の影響で特殊な能力を身につけていたと。そしてカラスやフィーを生み出すまではまるで何かに取り憑かれたように研究に没頭していたらしい。あ、ん？それがどうかしたのか。結局ミローディアもゲオルグ博士もそんな気がするんですよ。当人がそのことに気づいていようといまいと。ああ、確かにそうだな。となるとなんだか妙じゃないですか。片やエンドマグナスを解放し世界をマルペルシロの支配する暗黒の闇にしようとするミローディア側の意志、かたやそれを阻止してマルペルシロを倒す者を生み出そうとした同じマルペルシロによって意図されたものなのに、どうして相反する二つの流れになるのでしょう。うん、言われてみりゃそうだな。確かにそいつは変だ。そもそもゲオルグ博士の研究は命のマグナスの創造です。これはいわば滅びであり、死のマグナスであるエンドマグナスと。カラスがマルペルシロと対決するのはあらかじめ決められていたと言えるかもしれません。そういった意味ではカラスはまさにマルペルシロにとっては
そういうものさ。え？みんな平気で矛盾したものを抱えて生きてる。他者に誠実でありたいという気持ち、何もかも投げ出してしまいたいような気持ち。自由でありたい気持ち、絆を求める気持ち。大切な人を守ってあげたい気持ち、見捨ててしまいたい気持ち。生きたい気持ち、死にたい気持ち。愛する気持ち、憎む気持ち。ミローディアとカラス、あなたたちはそれぞれバルペルシュロのこの世界に対する呪いと祈りなのよ、きっと。呪いと祈り。ええ、実際マルペルシロが何を考え何を望んだのか私にはわからないけど、でもそんな気がする。ミローディアとカラス、奴らと俺たち、どちらが勝つかわからない。どっちが勝ってもいい。なんだかんだ言って結局は神の気まぐれゲームってことなのか。そいつに俺たちみんな有無を言わさず乗せられたっていうわけか。いや違う、遊びなんかじゃない。こいつはマルペルシロ自身の全てをかけたただ一度きりの決断、意志なんだ。千年前に葬り去られた神々の最後の戦いなんだ。奴は本気だ。いよいよだな。今日で全ての決着がつくなあ。もうすぐお前ともさよならかもしれないな。いろいろあったけど、お前と一緒にやってこれて楽しかったよ。ありがとう。そう言ってもらえるとホッとするよ。でも俺たちがどうにかここまでやってこられたのも、あの夜精霊の森で俺に降りてくれた精霊がお前で、ほんとよかった。いずれにせよ今日全ての決着がつく。俺たちに奴らを止めることができるのか。誰にだって、どんなことにだっていつかはさよならしなきゃならないんだ。だからせめて最後のその時までは一緒に精一杯頑張ろうぜ。よし、それじゃあそろそろ行こうか。Ha llegado el día de ir a por Malpers. Ganemos o perdamos. ¿A dónde crees que vas, Aru? Quería guardar la partida.
última reunión.準備完了です。いつでも行けます。では各自持ち場へ。皆さんのご分を。よし、我らの本気を見せてくれる。うん、皆で力を合わせ、見事コルヒドラへを落としてみせよう。明日も神戸を上げて歩いていくために。姫様、我らは。私なら大丈夫。コレルリ様のそばについていてあげて。どうかくれぐれもお気をつけて。あなたたちも頑張ってくださいね、姫様。始まるわ。大陸が動いてる。こちらも何の問題もないよ。うん、始めるとしよう。やはり四大陸の力だけでは不十分であったか。ああ、もう
お前たち。くそ、シールドが破れねえじゃ手の出しようがねえぞ。どうしようもないの？ねえ、なんとかならないの？あれは？ホルファルトからエンドマグナスの力が。ゲルドブレイムなき今、一体誰がアルファルドの力を引き出しうるというのだ。ここは私たちが引き受けだよ。エイメ、まあ僕らに任せとけば 100% 万全さ。フォロンも。気を抜くな、勝負はまだこれからだぞ。アズだ。ゲルドブレイムの手の者か。ゲオルグによってエンドマグナスの力を授けられた私たちだ。心配いらない、やれるよ。ああ、朝飯前だね、このくらい。ありがたい、よし、そちらは任せと。さあみんな、もう一頑張りだ。おお。はい。破れた。すぐ後を追う。くれぐれも気をつけて。こいつはまさかエンドマグナスの元となった神々。ちっ、今度は神様のお化けかよ。厄介なことになりましたね。
水地様、無敵だけど、お化けはダメね。ちょっとだけ。気にするな。こちらの攻撃がヒットする限り問題はない。本当ね。ああ。私もお化けは苦手だ。なんだ？いや、別に。さあ、それじゃ行くとしようぜ。こんなところで油を売ってる暇はねえ。Vale, el plan ha salido al final, el inicio del plan ha salido bien, que era debilitar y romper el escudo mágico, la barrera mágica, o como quieran llamarlo, para poder infiltrarnos en el castillo del Gorigrael. Y bueno, ahora es llegar hasta donde está Melodia con Malpersio, acabar con ellos, todos felices y conmigo felices. Así que ¡vamos!